皆さんこんにちは、ゆとり知らせのゆうたでございます。私たちはですね、12年ほど前にこのご飯とおかずのルネッサンス基本編というものを発刊しました。まあ、これはいりことを中心としてですね、さまざまな出汁を取って、そして味噌汁、ご飯、煮物を作るという本なんですね。以来ですね、この本のご飯、ルネサンスご飯を実践された方から本当に多くのですね、心と体の病気が大幅に改善され、そして、回避した、こういうようなですね、頼りをお知らせをいっぱいいただいています。以来ですね、この本の他にさまざまな本を作ってまいりました。そして今度はですね、主に離乳食、あるいは離乳食に限らず、これから赤ちゃんをですね欲しい、あるいは今その美味しいですねおっぱい母乳を作るための本、そういうことも全部含めましてですね、新しい本を今作ろうとしています。どういうことかと言いますとですね、赤ちゃんが今生まれてきます。そうすると、もうさまざまなアレルギー、ね、こういうものを持って生まれてきた当たり前、そういうような時代になってしまったんですね。私はこの原因というのはですね、特に女性の方が、結婚もだいぶ前からですね、非常に栄養素の欠落した食事を食べていて、で母体が健全に発達していない、そしてまた今度は妊娠するとですね、その間のご飯というものもやはり栄養素の欠落したものであって、お母さんがですね本当に栄養のある赤ちゃんが喜ぶおっぱいを飲ませてあげない、そして今度は母乳がやがてですね足りなくなる、で離乳食ということになるわけですけど、やはり離乳食にも今本当に間違ったですね常識があふれています。それらをすべて含めて、より強い健全な母体を作っておいしいおっぱいを出るようにする、そしてそれを赤ちゃんに与えて、まずですね元気な体を作る、そして今度はやはりお母さんが食べてきたおいしいご飯を赤ちゃんに食べてもらって、でずっと元気な体でいてほしい、そういう願いからなんですね。で今ですね、本屋さんに行きますといろんな離乳食に関する本が溢れています。例えばね、本物の味わいとか、アク抜きしたりで、私たちが絶対してはいけないというアク抜きしたりで、こういうような作り方が混じった離乳食、あるいはこの私たちもこれもね絶対してはいけないと言っています、栄養素のほとんどが壊され、しかもですね毒素さえ生成され、そして、DNA をですね、傷つける活性酸素まで生むと言われているこの電子レンジですね、こういうものが使って当たり前というようなこの常識になってしまっているんですね。で私の目から見ますといろんな本があります。そのほとんどがですね、それをその離乳食を食べた赤ちゃんの体を傷つけ、あるいは赤ちゃんのうちから、あるいは将来にわたってですね、心と体の健康を傷つけ、大きな過去を残す、そういうような内容のものであるとしか私は思いません。私もね、なんとかその間違いというものを正して、正しい離乳食を作れないかと考えました。そして、独りよがりにですね、決して終わらないように、私どもですね、80あるいは90くらいのおばあさん数人にですね、改めて話を聞きまして、昔の離乳食というのはどういうものかということを私たちなりに検証しました。そこで得た考えとですね、本当に、心と体に健康を与えるルネッサンスご飯、
これを新たにですね、結合させまして、そして今度の離乳食ご飯の本の運び出版の運びとなりました。ぜひですね、将来に過去を残さないようにこの本を一度手に取って、もう一度皆さんの食をですね、見直していただければと思います。